露伴先生、今日は露伴先生にぜひお願いしたいことがあって。なんだい光一君。実は僕、この春休みに外国に行くことになったんです。ふん、どこに？イタリアです。イタリア。先生、僕にヘブンズドアでイタリア語が喋れるように書き込んでもらえませんか？なんで僕がそんなことをわざわざしなくちゃいけないんだ。僕、一人で外国に行くの初めてなので、どうなるか不安なんです。だからせめて言葉ぐらい話せるようにしたいんです。お願いします。イタリアに行くのか。それじゃあそこで体験した話をしてやろう。君と会った時、あいつのせいで負傷して連載を中断したことがあったろ。その中断期間中、ストーリー新展開の取材のため一人でベネツィアに8日間ほど滞在していたんだが、その時に偶然取材した不思議な話さ。